クイントス・ムキウス・スカエオラは、紀元前2世紀後期、紀元前1世紀初期の共和制ローマの政治家。紀元前95年に、執政官を務めた。同姓同名人物との区別のため、クイントス・ムキウス・スカエオラ・ポンティフェクスとも呼ばれる。ラルス・ポルセンナの前に立つガイウス・ムキウス・スカエオラ。マシアス・ストメルが、1640年代初頭。 古代の歴史家は、紀元前508年に、ローマを放したエトルリアをラルスポルセンナを暗殺しようとして、捕虜となり、その面前で、自身の右手を焼いて、勇気を示した、伝説的な英雄であるガイウスムキウススカエウォーラを向き、ウス氏族の先祖としているが、現代の研究者はこれはフィクションであると考えている。スカエウォーラというコのオーメンは、首に巻く弾コーンのお守りに由来する、可能性もある。 実際、交換を出したムキウス氏族は、プレブス系であり、歴史に登場するのは、比較的遅く、紀元前220年に、クイントスムキウススカイウォラが執政官に就任した時である。このクイントスには二人の息子があり、プブリウスは紀元前175年に、クイントスは紀元前174年に、執政官を務めた。 紀元前175年の執政官の息子、プブリウスは紀元前133年に執政官となりテベリウス・センプロニウス・グラックスの改革に協力した。この人物が本記事のスカイウォーラの父である。この一族の代表者は伝統的に軍事分野ではなく法学と生殖の専門家として活躍した。父プブリウスとおじ。 プブリウス・リキニウス・クラッスス・ディウェス・ムキアヌスは、共に最高人技官であり、法律書の著者であった。スカエワラもその伝統を引き継いだ。王子の子であるクイントゥス・ムキウス・スカエワラは、アウグルのアグノーメンを持ち、主に民事を中心とした、優れた法律の専門家でもあった。スカエワラもその伝統を引き継いだ。スカエワラの生涯において、重要な役割を果たしたのは、 リキニュース氏族とのつながりであった。この有力プレブス氏族の代表者の一人である、ルキウスリキニュース・クラッススは、スカエワーラの友人であり、いくつかの好意感触で同僚となった。クラッススはまた、紀元前119年頃に、スカエワーラ・アウグルの娘と結婚した。キケロは、彼の論文の中で、スカエワーラとクラッススは、同い年の友人であったとしているが、別の論文では、 クラッススは自分より34歳年上であったと述べている。ここからスカエワオラの誕生年は紀元前140年と計算される。紀元前115年頃、父プブリウスが死去する。父は就寝職である人技官であったが、欠員の出た人技官の席をスカエワオラが引き継いだ。政治家としての第一歩は紀元前110年に クエストルに就任したことであった。紀元前106年、スカエオラは、五民館に就任する。友人のクラッススは1年前の紀元前105年に、五民館を務めていたが、両者の官職就任年が異なるのはこの時だけで、あった。スカエオラが主催する民会で、クラッススは、演壇から、セルウィリウス法案から元老院に戻す法律を、支持する演説を行った。 次のステップであるアイディリスへの就任は、紀元前104年、または紀元前103年とされている。同僚はクラッススであり、壮大な競技会を開催したが、この時、ローマ市民は初めてライオンを見た。紀元前100年、五民館、ルキウス・アップレウス・サトゥルニヌスは、元老院からセナトゥス・コンスルトゥムウルティムムを突きつけられ、結果として反乱を起こすが、 サトゥルニノスと戦った元老院議員の中にスカイウォーラもいた。その後、遅くとも紀元前98年にはプライトルに就任したはずである。一部の研究者は法務官就任年を紀元前101年、紀元前100年、あるいは紀元前99年としている。紀元前95年、スカイウォーラはクラッススと共に執政官に就任する。両者は 力ニュース無ウス,ムキウスポーを成立させるが、これはローマに居住していた人々の市民権を厳しく調べるものであった。この頃、イタリア内の同盟都市の市民も自身をローマ市民と呼称していた。正当なローマ市民権を持っていることが証明できなかったものはローマから追放された。キケロは偽市民が民会に紛れ込んでいたことに関連して、 マルクス・アエミリウス・スカウルスが奮撃し、両子政官にこのような処置を取らせたと推測している。歴史学者の中には、マリウス派に反対するメテルス派の指示を受けて、スカエワラとクラッススが実行したと考える者も,もいる。おそらく、このような厳格な法律の成立は、4年後に始まった同盟主戦争の直接的な理由の一つであった。翌年、 スカエワオーラとクラッススの間に対立が起こった。クラッススはプロコンスルとしてガリア・キサルピナ属州の総督を務め、いくつかの反乱を鎮定した。勝利は決定的なものではなかったが、元老院は儀礼的に外戦式の実施を許可したが、スカエワオーラがこれに反対した。スカエワオーラは同僚に対する配慮ではなく、国家の理念に照らして元老院の決定に反対した。 このエピソードは長年の同僚との関係がむしろ複雑であったことを示している。スカエワオーラは紀元前90年代にアシア属州の総督を務めたが、その時期に関しては議論がある。すなわち、法務官就任時、プロプライトルとして、あるいはプロコンスルとしてである。スカエワオーラのレガトゥスは火の打ち所のない評判を持つ。 失政官経験者のプブリウスルティリウスルフスであった。年長のルフスは実際には全権力を彼の手に集中させていたと考えられている。いずれにせよ評判の良かったスカイオーラトルフスが東方に派遣されたのはポントス王ミトリダテス6世との戦争の危険が高まっている中でアシア属州の事情を改善し現地民のローマへの忠誠心を高めるためであったと憶測される。 あるいは彼らの任務の目的は、ローマによる地方支配の性質を根本的に変え、作手から協力へと移行することであったかもしれない。二人は、全総督と共謀して、多額の金を稼いでいた徴税受け負い人の権利を整理した。また公平な法廷を運営することで、彼らは、すべての法的策略から、続州の人々を解放した。徴税受け負い人と、 属州住民の利益が衝突する場合には、二人は、後者に有利な決定を下すことを恐れず、有罪者に損害賠償を言い渡した。違法な処刑の事実が明らかになった場合には、同様の処罰を科することもあった。シケリアのディオドロスによると、ある徴税受けおい人の代理人は奴隷であり、その主人に対して、徴税利益で解放される契約をしていたが、徴税前に、 総督の命令で死刑になったという。ローマ人が関わらない事件については、ギリシア人が自身の法律に従って裁くことが保障された。すべての行政官は自分の費用を支払わなければならなかった。これらすべての措置は一般的な禁縮政策と相まって、俗州の経済状況を大幅に改善した。そのため、地元の人々は、使いわラに敬意を表して、 年に一度の祭り、ムキーを開催した。ミトリダテスは、紀元前89年から88年までアシア族州を占領したが、この祭りをやめさせることはなかった。元老院は、特別決議により、以後、スカエワオラを、この地方に赴任する総督の公務遂行の模範とすると宣言した。スカエワオラが、 アシア属州に滞在したのは9ヶ月間で、ルフスを残して、ローマに戻り、新しい総督を待つことになった。このような模範的な属州支配は、一部の人間の利益を損なうこととなり、ローマに戻ったルフスは、権力乱用罪で裁判にかけられた。告発したのは、アピキウスという人物で、浪費家として知られていた。当時、ルキウスリキニウスクラッススとマルクスアントニウス。 オラトルという最高の弁論家がいたが、ルフスはどちらにも弁護を依頼せず、自分で自分を弁護することを選んだ。ただ、老いであるガイウスアウレリウスコッタとスカエウォーラのみが短い弁護演説を行った。スカエウォーラは、ルフスの弁論に数語を加え、彼らしく洗練された、わかりやすい演説をしたが、この種の大規模な裁判で要求される力強さと巧みさを書いていた。 判決が下された後、ルフスは彼が収奪したとされるアシア族州に亡命した。誰もスカイワーラを裁判にかけようとはしなかった。この出来事は従来紀元前92年のことと考えられてきた。この裁判の理由、またスカイワーラが告訴されなかった理由に関しては様々な意見が出されている。元老院階級と騎士階級の対立と見ればこの裁判は 騎士階級の人物が著名な元老院階級の人物を有罪とした最初の裁判であることが注目される。国訴側は自分たちの能力を示したかっただけであり、ノースホモであるルフスは、ノビレスであるスカイウォーラよりも攻撃しやすかった。一方で、元老院内の対立と見れば、ルフスはメテルス派の著名なメンバーであり、従ってメテルス派への打撃であった。 国祖側は比較的中立な政治家で、マリウスのいとこでもあるスカイオーラを攻撃する意図はなかった。アシア族州に利権を持つ元老院議員たちが団結して、スカイオーラトルフスに対抗したのかもしれない。その中には、スカウルス、マニウスはクイ、リウス、また、マリウス本人もいただろうし、クラッススも外戦式を阻止された恨みから、告発側を支持したのかもしれない。 ローマにおける政治歴の頂点は、ケンソルとされているが、スカエオーラはこの地位を求めなかった。キケロは、ムキウス・スカエオーラ家の人たちは観察官には立候補しないと述べている。にもかかわらず、彼の地位は安泰であった。紀元前89年、グナエウス・ドミティウス・アヘノバルブスの死去に伴って、最高人議官に就任したのである。このためスカエオーラは、 スカイウォーラ・ポンティフェクスと呼ばれるようになる。最終的には内戦にまで発展するローマの政治構想において、スカイウォーラは非常に慎重に行動し、自分の運命をどの政党にも縛らず、行動の自由を守ろうとした。紀元前94年、または紀元前93年、親類のスカイウォーラ・アウグルの孫娘がマリウスの息子と結婚した。にもかかわらず、 紀元前88年にマリウスの政敵であるレキウス・コルネリウス・スッダがローマを占領し、元老院に対してマリウス派にプロスクリプティオを出すことを求めたとき、これに反対するスカイウォーラ・アウグルは誰の指示も得られなかった。スカイウォーラ・ポンティフェクスを含む他の元老院議員は沈黙を守った。翌年にはスッラが外政している日巻をついて、マリウスがローマを占領する。そして、 ローマ史上初めて、失政官経験者や法務官経験者に対する虐殺が始まった。しかしスカイウォーラは生き残った。紀元前86年1月、マリウスは死去する。その葬儀にの際、マリウス霊下の将軍の一人であるガイウス・フラウィウス、フィンブリアがスカイウォーラを剣で襲い、負傷させた。その傷が、 致命的なものではなかったことを知ったフィンブリアは、スカエボラを法廷に召喚した。裁判官になぜ被害者を告訴したのかと聞かれたとき、フィンブリアは、スカエボラが、剣の一撃を受け入れなかったためだと答えた。フィンブリアは処罰されなかったが、すぐに東へ行ってスんラと戦い、そこで戦死した。その後数年間、多くの上流階級の人々が、 マリウスの後継者であるルキウス・コルネリウス・キンナとその政治的同調者が支配するローマを去った。しかし、スカエオラはローマを離れず、スッラが逆襲のためにイタリア半島に上陸してもローマに泊まっていた。ある記録によれば、スカエオラは自分の運命は冷静に受け入れるが、祖国の城壁の前で武器を持つことはないと言ったとされる。紀元前82年、ローマ内戦の最中に、 スカエオラはマリウス派の犠牲となった。マリウスの同盟の息子であるガイウス・マリウスは、プラエネステで、スラ軍に完全に包囲され、戦況は絶望的であった。ローマは依然としてマリウス派が支配していたため、ショー・マリウスは、法務官、ルキウス・ユニウス・ブルトゥス・ダマシップスに対して、元老院議員の殺害を命令した。リィウスは、ローマに住んでいるすべてのノビレスとしているが、 他の資料では4人の名前が挙げられているだけである。すなわち、プブリウス・アンティスティウス、ルキウス・ドミティウス、アヘノ・バルブス、ガイウス・パピリウス・カルボ・アルウィナ、そしてスカエオーラである。スカエオーラの親戚は、ショー・マリウスと結婚しており、カルボ・アルウィナはマリウス派の有力者、クナエウス・パピリウス・カルボーのいとこであったことを考慮し、歴史学者イーベディアンは、この4人は、 新聖の犠牲者に過ぎなかったとは言えないとしている。彼らはスッダ側に行きたかったのであろうが、実行前に計画が漏れたのであろう。この殺害は、ダマシップスが独自の判断で行ったとの説もある。この場合、包囲されたプラエネステからショーマリウスが命令を出したとの伝説が後に作られたことになる。ダマシップスは集会と称して、被害者をクリアオステリアに招き、 最も残酷な方法で殺害したとされる。スカエワオーラは、なんとか元老院議事堂から逃げ出し、ベスタ神殿に逃げ込もうとしたが、神殿に入る前に、あるいは神殿の中で追いつかれ、殺害された。彼の遺体は、他の者のと共に、フックで手れ側に引きずり込まれた。フロルスによると、スカエワオーラは、ベスタの祭壇に倒れ、その炎の中で燃え尽きた。スカエワオーラは、 ローマ民法を体系化した最初の人物であり、この分野の知識を一冊の本にまとめたショートガイドを作成した。また18冊の本の要約も作成した。これは個々の訴訟をグループ別に分類したもので、問題解決のためにストア派の認識論が用いられている。民法についてと題されたこの著作は、他のテキストでの引用や抜粋の形でしか現存していない。 スカエワオラはしばしばアウルス・ゲッリウスによって引用されており、共和成功期にはセルウィウス・スルピキュース・スルフスによって、また、帝国時代にはライリウス・フェリクスによって論評をされている。フェリクスの著作、クイントス・ムキュスへは、少なくとも数冊の本から構成されている。スカエワオラは、ローマの法学者の中で最も古く、その著作は、学説遺産の編纂に使用された。また、 キケロは、弁護人としてのスカイウォーラは、市民法についての豊富な実践的な知識を蓄えて、いたが、学問的方法を身につけてはいなかったと主張している。親戚のスカイウォーラ・アウグルの死後、その生徒であったキケロを、スカイウォーラが教えることとなった。すなわち、キケロは二人のスカイウォーラ家の人物から法律を学んだ、こととなる。スカイウォーラは、法廷で頻繁に演説を行い、常に、 明確かつスムーズに話していた。キケロは、スカエオラは、成分法と公平法において何が真実で、何がそうでないかを乱出すことに秀でていたが、それと同時に、簡潔な言葉で事態を表現するという、驚くべき能力を持っていたと高く評価している。キケロは、スカエオラの長年の同僚であり、法廷で頻繁に対戦していたクラッススとを比較し、スカエオラは、 法律学者の中で最高の弁論家であり、クラッススは弁論家の中で最高の法律学者であるとし、さらにスカイウォーラが非常に厳格な中にも優しさが欠けておらず、クラッススは最高の優しさの中にも厳格さがあったとしている。キケロはこの二人を当時の最高の弁論の専門家と呼んでいるが、両者が失政官の年に二人の前で19歳の クイントス・ホルテンシュース・ホルタルスがホルムで演説したとき、二人はすぐに彼の才能を見抜いたと記している。ストア派哲学はスカエワオーラの宗教観に大きな影響を与えた。スカエワオーラは宗教には哲学的、ストイックなものと普通の市民を服従させておくのに役立つ民族的なものがあると区別していた。スカエワオーラはカエリアと結婚したが、 彼女は不道徳な行動で知られている。この結婚で少なくとも3人の娘が生まれたが、記録に残っているのは、ムキア・テルティア1人である。ムキアは、グナエウス・ポンペイウスの3番目の妻となった、ポンペイウスの子供は、すべて彼女が産んでいる。しかし、紀元前62年には離婚し、マルクス・アエミリウス・スカウルスと再婚する。古代の著者は、クイントス・カエキリウス・メテルス・ケレルと、 クイントスカエキリウスメテルスネポセをムキアの兄弟としている。彼らはケリアの最初の結婚で生まれたと思われる。孫娘であるポンペアマグナを通じ、スカエワオーラは一世紀の著名人物の先祖となっている。古代の記録ではスカエワオーラをローマ人の最高の美徳の体現者としている。キケロは彼を最も高貴で結出した人物。 すべての人々の中で最も恩恵な人物、自精心と慎重さの模範と呼んでいる。キケロは彼の死を最も正直な人物とみなしている。例えば彼が買いたいと思っていた土地の値段を聞くと、それより高く評価し、十万セステルティウスを上乗せして支払ったとしている。アシア属州に関連する話では、スカエゴラは模範的な属州総督のように見える。 ありがとうございます。